こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。お願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。金曜日ですね。はい、まあ、当然この金曜日にやる番組ですから金曜日なんですが、月末ですね。月末で、まあ、ある意味半年、今日中間期末ということになりますね。ちょうどね6月末ということですから、はい、1月から数えるということになりますよね。企業でもね、今12月期決算という会社も結構増えてきてますからね。中間期末にも当たりますし、あるいは海外投資家などはね、12月が年度末という会社なども、はい、6月中間期という時期に当たりますが、はい、プレミアムフライデーでもありますね。そうなんですよ。もう忘れかけてますけどね。本当ですね、うん、早く帰らなきゃいけないんです本当はね。本来ならば、本来ならばっていうか、はい、一回も帰ったことないですけどね。まあそれはさておいて、はい、今週の相場振り返りますと、はい、ちょっと弱かったですかね。1週間通してみますとね、1週間ですと212円安ですね、はい、先週末と比べますとね、ということで、ただ日経平均の値幅で見ますと高値も安値も結局2万2000円台の前半、はいはい、ですね。そうですね。ザラバで見てもね、で今週結局1週間振り返ってあんまりこう、まあ、もちろん日々上がった下がったあるわけですけれども、ただ基本としてはやはり揉み合いというか膠着ですね。でザラバで見ますと日経平均が25日ですから終初これが 22,556 円、今週のザラバ高値、はい、ザラバ高値ですね、月曜日ですね。でザラバ安値が28日だから昨日ですか、木曜日、22,038円ということでして、はい、500円余り、520円ぐらいかな、はい、値幅がね、518円、これがザラバの値幅ですから、はい、ザラバだから1週間としてザラバで500円ぐらいの値動きということにもなりますね。ですから、まあ、あまりこう大きな値動きは見られてないというか、まあ、よく言えば、まあ、多少安定落ち着いてきたのかなというふうにも見受けられますが、ただやはり外部環境はまだまだね、こう落ち着いた感じでもありませんで、やはりトランプ大統領、トランプ政権による貿易摩擦の動向というのがまだまだどうなっていくのかというのが非常に見通せないというのが現状ですから、はい、そういう意味では商いも引き続き、まあ、少ない低調と言っていいですもんね。そうですね。だから売る、そんな積極的に、まあ、売るという状況でもないんですけれども、かといってなかなか積極的に買えないということでしょう。まあ、特に先ほど言ったように決算期末でもありましたんで今週ね、はい、なかなか海外投資家などの動きもかなり限定的だったということなんですが、ただ今日あたりの動き見てますと、特に5番足元、特に直近ですね、今、はい、足元、うん、今日結局で、ね、中国の上海市場などもね、上海総合指数ずっとこう昨日まで4日下げ続けたんですけども、今日ね結局引けたと 2%、 2.17%、はい、上海総合指数ね 2% を超えて上昇するっていうのはね、2月の22日以来だから、ずっと 2% なんて上昇したことないんですよ上海指数で、2月の26日が 2.16% の上昇率です、はい、で今日が 2.17 なんで今日の方が大きいんです。だから率で言うと今年最大の上昇率になったですね、うん、上海総合指数ですね。でトレンドとするとこのチャート見ていただくとね、はい、まあ、特に足元下げトレンドなんですが、これはやはり貿易摩擦の影響というのを懸念している部分もありますし、あとは一方でやはり資金の流れとして、アメリカが利上げを続ける中で、人民元安がありますよね、はい、一方でね、通貨も安くなっていると切り下がっているということですから、やっぱり資金がじわじわとこう流出しているんだろうという推測も成り立つわけで、そういう意味ではこの中国の動向、まあ、株安というのと、まあ、実体経済の行方というところがどうなるかというところが非常にポイントでもあったわけです、あったというか、はい、あるわけですけれどもね。でまあ、なんだかんだ言ってもちろんアメリカの金融政策あるいは景気動向、トランプ大統領の政策というところを一番焦点ではあるんですが、でも実体経済という意味で言うと、やはりもう今や自動車でもスマホでも最大の消費需要地というのは中国ですからね、はい、だからそう考えるとやはり中国の景気がどうなるかというところがやはり非常に大きな実体経済という観点で見るとポイントということにもなりますので、今日あたり、まあ、株価、上海市場が久しぶり、総合指数だと5日ぶりかな、今週月火水木ずっと下げ続けたんでね、はい、で今日 2% を超える、まあ、今年最大の上昇率、ちなみにね今日のだから率でいうと 2.17% の上昇率っていうのは2016年の8月15日以来、そんなだからこの間ずっとこの 2.17% で上げてなかったっていうことなんですね、はい、だから一昨年の8月15日っていうからいうことですから、1年と10ヶ月ぶりぶりですね、ぐらいですね、ぶりぐらいの上昇率になったと、率ですよ、
ということでありまして、で、まあ、それと相まってというかな、まあ、それの前提と言ってもいいのかもしれませんが、今日はヨーロッパがまた結構足元で上昇してるんですよね、はい、ドイツのダックスなんかも 1% を超える、まあ、主要市場ヨーロッパ今 1% を超える上昇で始まってますし、先物市場でもニューヨークのダウなどは今晩、まあ、今のままいけば 1% 近い上昇ぐらいで今始まるんじゃないかという先物の動き、はい、時間外取引でねということですので、まあ、ちょっと足元その貿易摩擦の影響でやや悲観に傾きすぎていた修正が多少足元では見られるかなということです。でそれとまあヨーロッパ足元で上がっているというのは、まあ、それ中国などにもリスクオンムードが広がっているわけですが、今日というか昨日というか今日かな、今朝までやってたんですかね、EU 首脳会議やってました。でこれがだいぶちょっと懸念されてましてね、で難民政策で、かなり議論が紛糾して、ドイツだとかイタリアあたりの議論が噛み合わないんじゃないかと、かなり、こう激しい言い争いになるんじゃないかということで、今日の朝方などはそういう話も伝わってたんですけどね、決裂というような話でね、でところが最終的にどうやら徹夜をして議論した結果まとまったと、合意したという話なども伝わって、それで結果としてイタリアの政権、まあ、補足したばっかりですけどね、はい、このあたりのまあ多少安定もするでしょうし、あとドイツの政権も場合によってはドイツの今連立政権でこの移民の難民の問題でかなり揉めてるんですよね、はい、連立政権がね、CDU と CSU というこの元々の与党がね、でこの中で意見が違っていて、これがその EU の首脳会議などでも、もし話がまとまらなければ場合によってはドイツの連立政権が 最悪の場合崩壊までいっちゃうんじゃないかという危惧もあったわけですが、どうやら、まあ、とりあえず首脳会議がまとまったと、徹夜で、まとめたということですので、このあたりで安心感が出て、今日の5場からあの東京市場もね、はい、為替がユーロ高円安、ユーロが買われたんですね、はい、それで、世界的にややリスクオンのムードが広がって、はい、で中国株も上げて、日本株も上げて、多少上げて、はい、でヨーロッパ今上がってて、で今晩アメリカもこのままいけば上昇するんじゃないかと、ね、ユーロ円も5分足で見ますと動いてますもんね。そうですね、これ11時半ぐらいかな、午前中の ね、はい、そうですね、一気に1円以上円安ユーロ高が進んだんですね、うん、ここでリスクオンムードが多少出て、という流れですから、まあ、そういう意味では、まあ、今週1週間通して、見ると、まあ、地合いとしては決して強くはなかったですが、まあ、引き味とするとそういう意味では、まあ、そんなに悪くないかなと、まあ、日本だけの話では今なかなか語れませんのでね、マーケットね、うんうん、やはり世界的なグローバルな視点で考えなければ、はい、日本株ももうわからないという状況なので、そういう意味では、まあ、引き味としては、まあ、そんなに週末悪くはないプレミアムフライデーかなという気もするわけですけれども、はい、ちなみに、まあ、今週 月末、はい、今日ね、うん、月間で見ると日経平均は結局100円高、これ見てないでしょ月間。あ、そうですね、先週、ま、先月末との比較で言うと、はい、日経平均は102円高ということでして、結局まあ1ヶ月かけて日経平均は100円上昇しましたという6月相場だったということにもなりますね。それだけ1ヶ月間本当に膠着というか狭いレンジでのということですね。そういうことですね。だからこう貿易摩擦の動向だとか、あとはまあアメリカ利上げもしましたしね、月初というか上旬には日米欧金融政策決定会合もありましたし、まあ、そのあたりの結果を受けて全体としてはやはりこの先行きへの見極めなければいけないというムードが支配的だった1週間というかもしれないかもしれませんね。1週間というか1ヶ月か、6月1ヶ月を見ると、ね、政治的には国際情勢的にすごくビッグイベントウィークもありましたね。米朝会談ももちろんありましたしね。米朝会談あれ今月ですよね。そうなんですよね、6月12日でしたからね。そうですよね、まだだからそんな経ってないんだけど、結構前のような気もしちゃってますね。そう考えるとね、そのあたりなんか気持ち的な振り幅というかね、うんうんうん、揺れ動きはあったんですけど、うん、でもマーケットそのものはそれほど、うん、マーケット自体はねそれほど大きくは動いてなかったと、まあ、日々見ると結構ね上がった下がったっていう結構それなりに動きはあったわけですけども、 1ヶ月あるいは1週間通して見るとそんなに大きな動きはなかったと最近はねということですよね、はい、逆に言うとこれが嵐の前の静けさなのかどうなのかっていうところではあるんですが、どうでしょうか、はい、でも今週前今のさっき繰り返しになりますが、うん、引き味としてはそんな悪くないですよね、うん、なんとなくねムードはね、週明けからは明日ともに7月相場入り、後半相場入りですからね、そういうことになりますね、7月2日ということですね、はい、ということで今野記者でした、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。
今日を見て明日を読む。今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤、今日の株式、明日の株式、平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは今週のゲストをご紹介いたします。この番組初登場ということになります、はい、民説みんなの説明会代表取締役 CEO の中安祐樹さんです。中安社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初登場ということで、はい、緊張してます。民説、そうですか、はい、みんなの説明会、はい、略して民説、そうですということですね、はい、これみんなの説明会というその説明会というのが会社名に入ってますけれども、はい、この説明会どこにかかる説明会という意味なんですか。これはですね、はい、決算説明会のことでして、うん、で、まあ、上場企業はですね四半期に1回とか半期に1回、はい、決算説明会を開きます、はい、プロの投資家向けにですね、うん、で、まあ、その、説明会情報を収集したサイトを運営しております、はいはい、今のホームページもねかっこいいですよね。ありがとうございます、はい、皆さんご覧いただきたいと思うんですけれども、本当に2000社以上ですよね、3000社とか、まあ、決算説明会の情報っていうのはなかなか投資家の皆さん入手しにくいわけですよね、はい、その情報を言ってみれば民説さんがアウトプットしてるということですか。はい、さようです。もともとですね決算説明会情報って電話とかファックスとかメールで、ゲットしてたんですよね。それは機関投資家とか証券会社のアナリストが、はい、でこれなんだかんだで、はい、自分の担当企業が50社100社とかになってくるととてつもない作業量になるんですよ。無理ですよね、はい、でまあ、こういうのがまとまったサイトってどっかにないのかなと、まあ、東証のホームページとかいろいろ見渡してもないので、はい、じゃあもともとアナリストやってたんですが、もう作っちゃおうということで、はい、で独立して、作ったのがまあきっかけですね、はい、きっとそれは多分中谷社長のそれまでの、はい、まあ、経緯というのを伺えば分かってくることかと思うんですけれども、はい、必要だと思われたから創業されたんでしょうし、もともとは学生時代は京都大学の理系 で、 あ、はいはい、で理系ご出身で、そこから外資系の証券会社のアナリストを務められたっていう、はいはい、まあ、言ってみればマーケットの世界が一番欲しがる人材として、マーケットの世界、金融の世界にいらして、はいはい、で外資系の証券会社でアナリストをされていたんですね。はい、さようです。で、まあ、もともとその、工学部で機械工学科なんで、はい、車のエンジンとかを開発したりしたんですが、はい、やっぱり工学系の未来もそこまで明るくなかったなという状況で、それよりはやっぱり、まあ、その理系 の、 まあ、数字とかが好きなの で、 そ、 で、ね、それをうまく使った産業仕事っていうのがないのかなと思って、証券業界にまあ飛び込んでみたんですけれども、はい、まあ、実際に、まあ理系と金融ってやっぱりシナジーがすごいあるので、でね、うん、はい、なので、まあ、やってみて、まあ、そんなに、まあ、経済の知識は全然なかったんですが、まあ、そこまで難しいハードルではなかったのかなと思います、うん、はい、具体的に、まあ、お名前出させていただくと UBS 証券さんとか、はい、クレディスイス証券さんのアナリストとしてということですけれども、はいはい、この外資系証券時代には、2006年に社会人になられているから、はいはい、あれですね、リーマンショックも経験されたんですね。ちょうど入社して2年目、はい、3年目ですね、の時にリーマンショックがあったんですけれども、はい、まあ、1日の株価 の、 暴落する金額 も、 もう今まで見たことがなくて、でやっぱりずっとブルームバーグとかクイックとかを見ながら、はい、結構やっぱり場がすごいこう凍りついてましたね。だからその後のリストラっていうのもやっぱ結構ひどかった、うん、ご同僚とか先輩後輩が一気にリストラされていく、はいはい、そうですね、まあ、これが外資系かっていうほど、うん、同じフロアで3分の1ぐらい の、うん、まあ、同僚先輩方が、うん、まあ、その場に呼び出す会議室とかに呼び出されて、ええ、
そのままいなくなってしまうっていう。その瞬間から今帰ってきた。そうなんですか。もう帰ってこないんですよね。あ、会議室行ったと思ったら、はい、あのスリッパのまま帰ってこなかった方もいらっしゃったりしてですね、はい、で後で携帯に電話が鳴って、で先輩からちょっと今靴が今もう外にいるんだけど靴がなくて、はい、靴持ってきてくれないかっていうので靴を持って行ったっていう経験もしましたね。そういった中では、はい、中安さんはずっと生き残ってらしたわけね。まあまあ全然コストも軽かったので、その部長の要は切るリストラリストにならなかったんだと思いますけど、具体的にご担当はどの部門だったんですか、アナリストとして。ゲーム業界とかインターネット業界、そしてまあ中小型のセクターを担当してました。はい、そうやってでも差が出るわけですよね、アナリストとしての評価というところで目の当たりにされて、はいはい、まあそうですね、まあ、結構アナリストの評価って難しくて、株価を確実に当てられる人って、まあ基本的に全部当てられる人っていないんですよね、うん、でまあ、どれぐらいの確率で当てられるかっていうのも、まあ、一つの評価ではあるんですけれども、はい、やっぱり、投資情報、企業の情報を正確に、投資家のもとに届ける、うん、仕事が、まあ、一番のアナリストの本質なので、うん、なのでやっぱりその間で企業との関係構築、あとは投資家との関係構築ですね、ここをやっぱり評価基準にはなってたのかなと思いますね。ここが言ってみれば企業の IR 活動と投資家をつなぐことができるアナリストが外資系でもある意味評価されていたと、はいね、いうことです、はいはい、でもそれはまさに今民設さんがみんなの説明会で展開されていることですね、はい、情報サイトを含めて。そうです、はい、やっぱり情報格差ってまだまだ根強く残っているので、はい、ここをまあ、証券マンで達成できなかったことを外に一回出てみて、新しい切り口、何のしがらみもないので、そこからちょっと一回作ってみようっていうのが創業のきっかけになります。先ほどおっしゃったようにアナリストの方でも機関投資家の方々でもなかなか実は全企業の決算説明、決算内容を網羅することはできないんですもんね。できないですね。はい、でやっぱり入手するのにそれこそ電話とかファックスとかを見ないといけなかったりっていう意味で、まあ、限られた時間の中でいかに効率よく情報にアクセスできるか、まあ、我々はそれをうまく投資家が好むような情報をしっかり届けてあげるようなプラットフォームに、はい、なりたいと思って民設を立ち上げました。ご自身が、まあ、肌で感じたわけですね、必要だっていうこと。そうですね、はい、そういう中で創業された、はい、それが2015年。2015です、はい。そうですか、まあ、3年ですね。もう3年経ちました。あ、はい、そうなんですね、はい、3年経って今の兜町ですか、茅場町にオフィス構えてらっしゃる、はい、ということでして、もともとは恵比寿にいたんですけど、はい、知人のちょっとオフィスを曲がりしてて恵比寿にいたんですけれども、平和不動産さん、はい、のご縁をいただいて、兜町に引っ越してきました。それが1年前ですかね。ちょうど1年前ですか。じゃあ1年経ったというところで、はい、どうでしょう、この兜町、茅場町にも、まあ、民設さんもそうですけどスタートアップ企業という括りに入る企業が増えている印象ですか。はい、はい、増えてますね、間違いなく。もともとバタチがいてた時って、はい、兜町ってすごい盛り上がってたと思うんですよ、でそこから投資がオンライン化してしまって、はい、それによってこうバタチの人たちがいなくなって証券会社もどんどん丸の内とか大手町とかあっちの方に行っちゃって、ね、多分静かになってきたんだと思います、はい、ただ最近はその、まあ、平和不動産の一環活動の一環でフィンゲートっていう、うん、フィンテック系のベンチャーを集めたスペースっていうのを2カ所作っていただいて、そこにフィンテックベンチャーは結構増えてきてますね。そうした中でつながりも出てきそうですかね、民設さんとして、はい、ちょうどですね、なんですか、共有ルームみたいなところがあって、そこでやっぱり会って話したりしますね。で金融の業界ってやっぱり業務がすごいたくさんあるんですよ。ありますね、多岐にわたってますね。多岐にわたってあるんですよね。でそこのフィンテックベンチャーってやっぱり全てを網羅したベンチャーではなくて、はい、それぞれの決済に特化したりとか、投資の情報サイトとか、まあ本当一つ一つがピンポイントなので、なので
まあ、今のところあのなんていうんですかね、お客さんの取り合いとかそういうのも一切なくあの皆さんあの仲良くやってますね。それぞれが専門分野を持って、そうです。ある意味こう共同っていうんですね。そうですね。協力して働くという、はい、共同しやすい環境に、はい、そうですね。おそらくもうちょっとどんどんあの情報交換が進んでいけば、お客さんの紹介の試合とか、はい、業務の連携、ここら辺もあの活性化していくんじゃないかなと思いますね。スタートアップ企業同士の連携ですけれども、はい、そして今時代的にもある意味なんて言うんでしょう、伝統的なというか老舗的なあの大手の組織っていうんですかね、大手の企業とスタートアップ企業が手を組むっていうことも増えてきてるんですね。増えてきてますね。そうですよね、はい、我々 の今の民設に関しても、はい、やっぱりお客さんとかあの共に働く、うん、あの会社さんがもう上場企業であったり、うん、運用会社であったり、ね、証券会社なので、うん、もう桁が5個も10個ぐらいも違うっていうあの会社さんとかなので、まあ、あのそこら辺の人たちと、はい、あのやっぱりうまく付き合いお付き合いさせていただきながら、あの産業が良くなる方向に進んでいくようにちょっと頑張っていきたいなと思ってます。その兜町に移ってきて1年経って、まあ、この兜町ある意味発信基地としてっていう意味も含めて、はい、国際金融都市東京の実現っていうのを起こしていこうと思ってるんですけれども、はい、その熱みたいなものは実際にいらして感じ取ることができてますか？あのそうですね、そういう集まりがたまにあってですね、うん、そこに、はい、参加させていただいたりはしてます。あ、そうですか、はい、なので、まあ、都知事がいらっしゃるわけではないんですけれども、うん、との関係の方々がいらっしゃったりとか、はい、それこそここら辺 の地主の方々とかも、まあ、交流を深めるような会っていうのは定期的に ありますね。そこに参加させていただきながら、あの結構やっぱり投資家が増えてきそうだなとかっていう、まあ、あの息吹は感じてますね。息吹を感じますか、はい、実際に。で我々もそこにやっぱり、うん、はい、の一役を担いたいと考えておりまして、まあ、ゆくゆくはなんですけれども、あの世界中の投資家と企業が集まるインベスターコーポレートカンファレンスですか、まあ、そういうのをあのここでやっぱり開催していきたいと思ってます。あ、ここ茅場町でっていうことですね。投資の原点だと思うので、実際の今国際化に向けたお話が出ましたけれども、はいはい、民設さんみんなの説明会の、はい、がアウトプットしている情報っていうのを、はい、海外のアナリストの方などもどうなんですか、はい、興味持ってらっしゃるような。そうですね、やっぱり海外の投資家アナリストって、日本の企業の情報ってほとんど手に入らないですよね、現状、うん、なので我々 の今 その説明会情報であったり財務データっていうのは喜んで使っていただき始めてます、うん、まだサイトが日本語だけなので。あ、そうなんですね、はい、あの英語化、意外な感じはしますね。はい、英語化がまだちょっとできてなくて、日本語だけなんですけれども、それでも海外からアクセスっていうのは、日本語なのにですか、はいはい、それはなんででしょう。まあ、おそらくまあ日本語が読めるあの外国人の方が、あちらにもいらして、現地に、はい、で日本の株式をあのウォッチしてらっしゃる投資家さんはもうすでにあの会員になっていただいたりしてます。あ、そうなんですか、はい、ですから、まあ、だから、まあ、外国語のレポートであっても情報であっても入手したいと思っている海外の方々、はい、投資家の方アナリストの方がいらっしゃるってことですね。そうですね、あのいますね、はい、やっぱり、まあ、あの日本企業は投資魅力はまだまだあの高いと思いますので、ただ上場企業は3800社ぐらいですか、はい、あのたくさんあると思うんですけれども、なかなか例えば時価総額でいくと1000億以下の会社さんに関しては情報が出ていってないので、うん、そうですよね、うん、そこがあの我々が貢献できるところになればいいなと、うん、はい、考えてます。どうしても開かれてないイメージがまだあると思うんです、はい、そうですね、うん、開いてない会社もたくさんありますし、実際に開いてない会社もある、はい、そうですね、ということですね。そうですね、まあ、あの決算説明会ですら、うん、3800社中、開催している会社が2600社、あ、つまり1200社は開催していないんです、ね、そうなんです。あ、ということもやっぱあるんですよね。うん、まあ、決算説明会を必ず開催しないといけないわけではないんですけれども、まあ、一つの投資家との接点だと思うので、う、まあ、ここは我々もあのどんどんあの開示していって、開催していっていただけるように、うあの関係構築っていうのを強化していきたいと思っています。
視聴者の方々には個人投資家の方々も多くいらっしゃいまして、はいはい、個人投資家の方々がそういった企業の、まあ、決算絡みの、まあ、言ってみればアナリストや機関投資家の方だけが入手しているであろうという情報格差を感じている部分があると思うんですよ。そのあたりを多分民接さんは埋めていけるんじゃないかなっていう気が個人的にはするんですけれど、はいはい、もう今現時点では、はい、国内の機関投資家がメインのお客さんではあります、うん、ただこれは、今後海外の機関投資家、はい、そして国内の個人投資家さん、ひいては海外の個人投資家さん、もう皆さんが全日本の上場企業の細かい、うん、情報で財務データからですね、始まりいろんなニュースとかもすべて、入手できるような、はい、サイトっていうのをやっぱり作っていきたいと思ってます。サイトプラットフォームを作っていきたい、ね、ということですね、はい、それを含めて今後の課題ということですか、はい、そうですね、民接さんにとって今後の予定としていかがでしょうか。はいはいはい、まあ、やっぱりですね、ビジネス やり始めて、うん、思うのが関係構築には少なくとも時間がかかります、うん、はい、で我々はまだまだ資本金全然少ない規模でやってまして、従業員も全然少ない規模でやってて、投資家さんから見ても信頼できない会社なんですよね。だからまあここは本当に時間をかけながら機関投資家さんとの対話を深めていき、そして上場企業もそうです、上場企業との対話を深めていって一つずつ信頼を勝ち取っていきながら、企業からは情報を開示していただく、で投資家さんには、必要な情報をきっちり取っていってもらう、まあ、そういうようなプラットフォームっていうのを目指したいなと考えてます。現時点でも個人投資家の皆さんが信頼を寄せているファンドマネージャーさんだったりとか、はい、アナリストの方は、はい、みんなの説明会の、まあ、プラットフォーム、その情報サイトから、はい、情報を得てる、入手してるということで、はい、そのアナリストさんがさらに個人投資家の皆さんに向けてアウトプットしたものを間接的には得てるっていうことが、そうですね、はい、あるんですよね。一応今国内の、うん、機関投資家さん、プロのファンドマネージャーさん、うん、プロのアナリストさんの、はい、大体7割ぐらいは、うん、弊社のサイトを使ってくれてるので、そうなんですね、なのでじゃあやっぱり触れてますね、個人投資家の皆さんも。そうですね、だと思います。結果的には触れてるということで、はいはい、名だたるファンドマネージャーさん、伝説のファンドマネージャーさん、数多く、もうおそらくこの番組のゲストに来てくださったファンドマネージャーさんとかも使ってらっしゃるんだろうなという感じがしますし、まあそういった流れ含めて今後はじゃあもうダイレクトに個人投資家の皆さんに向けた情報発信も含めての展開、はいはい、そうですね、例えばですけれども決算説明会一つ取ってみてもちゃんと映像を残してそれを個人投資家さんに届ける、ここもまだまだ普及してないんですよね。決算説明会に出られなかったとしても後でアーカイブでムービーを見るとか、なるほど、文字起こしされたテキストを見るとか、いろいろ手段はあると思うんですよ。そこをまだやりきれてないので、はい、ここを我々はがっつりやっていきたいなと考えています。ということですね、はい、合わせて海外の投資家の皆さんに向けてはもうすでに課題として英語化っていうのがあるんですよね。英語化です、間違いなく英語化 で英語化した時点でものすごい拡大余地があるっていうのが見えてますので、ね、はい、はい、見えてますね、はい、そういう意味では本当に楽しみですし、あれも兜町のキーマンですね、はい、まあ、一つの、はい、パーツとして機能できるように、はい、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。ますますぜひある意味国際金融都市東京の実現と並行して動いていくことになると思いますので、はい、私たちもぜひとも応援させていただきたいと思っておりますので、その都度また情報をいろいろと展開が変わってくる中でお話しいただければ、はいはい、番組のゲストとしてお越しいただければなというふうに思っております。はい、かしこまりましたよろしくお願いいたします。ということで今週のゲストは民接みんなの説明会代表取締役 CEO の中安祐樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして来週のゲストは松井証券の田村真一さんのご登場ということになります。それでは来週のこの時間まで、さようなら。